日本卓球協会は5日、都内で記者会見してパリ五輪代表の予定選手男女各3人を発表した。女子の残り1枠には、15歳の張本美は、15イコール木下グループイコールを抜擢。2年間の選考ポイント合計では3番手の伊藤美馬、23イコールスターツイコールに次ぐ4番手で終わったが、国内外で急成長を見せていた。写真。 全日本選手権で敗退し涙を流す伊藤美誠。よく言えば大胆、悪く言えば少し粗雑な印象も残る思い切った選考だった。張本美がこの半年で見せている驚異のプレーを踏まえれば、人選に全く異論はない。ただ、直近大会だけでなく、日本協会が自ら設定した2年間の選考レースの一部始終を見届けてきた卓球担当としては、ここまで絶対的な指数。 だった選考ポイント順を覆し、戦いぶり、伸びしろ、といった抽象的な文言を選考理由に用いることに違和感も覚える。選考ポイントはシングルス2枠を決めるためのものではあったが、かねて声が上がっていた過密日程や、国内選考を繰り返すことによるガラパゴス化、国際競争力低下、の指摘にも目をつむり、この過酷な選考レースを勝ち抜いた選手こそ最強。 という考え方を敷いていたのではなかったのか。戦略的に明示できない事情もあったかもしれないが、選考ポイント回戦手を選ぶにあたっては、より客観的に明確な理由を挙げてほしかった。さらに残念なことに、日本協会の幹部がテレビ番組で、代表発表直前のデリケートな時期にもかかわらず、団体代表有力選手として個人名を挙げる失態もあった。馬場教科本部長は、 個人の見解で選考に影響していないと否定したものの後味の悪い一件だった。とはいえ、3枠目の団体戦代表は強化本部推薦の選権人事項。仮に選考ポイントや世界ランクが低かろうと、この選手なら勝てると踏んだ選手を選ぶ権限がある。選手層が厚くなった中での選考とあって難しい選択も避けられない。 一定の批判は覚悟の上で金メダリストを外し、15歳の青天井のポテンシャルにかけたことには覚悟も感じる。デイリースポーツ卓球担当、藤川菅野。